Oh, Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song. I gave my own true love for you to see. Oh, Susanna, don't you cry. Hold the tears back and dry your eyes. What's this life without a sweet goodbye? さあ、とりあえず納品完了ですね。兵庫県納品完了いつもね、来るところですね。いつも来る倉庫、毎回ね、よくしてもらっております。納品中にね、山ほど電話がかかってきてまして、多分これあれやな、帰りの荷物の先方の方やな。4回着信が来てる。4回、電話せんといけ。基本的にね、メモは余った紙の裏側ですね。裏側に書く。帰りどこやったかな、奈良県やったかな。現在ね、兵庫県の尼崎おるんですけど、帰りが奈良県。最近ね、また帰りの荷物が少ないんですよ、ね、荷物が少なくて厳しい。今回の帰りの荷物はね、リンギが8本いるんだって。ラックでリンギが8本って何やろ。奈良県何時ぐらいに入りますかってね、結構言われますんで、大体の場所を把握して時間計算して、それから電話しよう。37キロ、直線距離で37キロ、九州向けがあると聞いてるんですけども、お願いします。了解しました、ありがとうございます。失礼します。西名半島の鹿島に入って、で担当のね、リフトマンの方に電話する形ですね。鹿島から近いんかな、ちょっと住所だけ一応検索しとこう。奈良県やからね、住所がね、独特なんですよ。絶対読めんやろっていうね、感じらしい。この Google マップのさ、ストリートビューってすごい便利なんですよ。入り口どっから入っていいかとか全部わかるもんな。狭いのこれ、バックで入るんかな。でもとりあえず鹿島に向かおう。鹿島に泊まって電話なんですけども、鹿島に泊まれんかったらどうしようっていうね、不安がある。ちょうど昼ぐらいになるしな、鹿島に泊まれん可能性もちょっと高いんやけど、早めに行こう。あとね、若干お腹が痛いんですよ若干不安もあるからお腹が痛い。ナビ一応入れとこう。OK。 さあ、とりあえずね、今から奈良県大和郡山市行っていきたいと思います。レッツゴですね。鹿島のパーキング到着。しっかりね、荷台の整理をしてから積み込み入ろう。現在ね、10時なんですよ。まだ朝の10時。午前中積めたらラッキーなんやけど、今回ね、リンギがいるらしいんです。リンギだからね、リンギ8本持ってきとる。さあ、ちょっと片付けてしまおう。
片付け完了ですね、片付け完了。さあ今からね、先方のリフトマンの方に電話入れてからね、積み込み入りたいと思います。今ね、先方の方に電話入れましたら、お昼からですね。残念、お昼からになった。土日はもうね、トラックがいっぱい埋まってるんだって。残念。どうしようかな、近くなんもないしな。そこのラーメン屋さん行こうかな、ね、そこラーメン屋さんがありますんで行ってこようかな。まあ、とりあえずね、もう少し待機ですね。残念。積み込みがね、お昼からっていう話だったんですけど、なんかもう準備ができたみたいで、ラーメン食べとる途中やのに行ってきたいと思います。ここから10分ぐらいですね。ラーメン食べとる途中やのに、さあちょっと行こう。皆さんお疲れ様です、モコです。今日はですね、ピザ焼きます。ピザ焼くピザをね、炊飯器で焼いちゃおうと思いまして、ピザ買ってきた。炊飯器を使ってね、焼くというより蒸す感じですかね。ピザ蒸し、ピザをね、蒸す感じですね。蒸して火を通してあげる作戦、しっかりね、作戦考えてきております。まずはね、この中に蒸しますんで、水を入れてあげる。水の量が結構肝心なんですよ。ね、だいたいこれぐらい。1センチぐらいかな。水深1センチぐらい。こんな感じですね。これ多分ね、炊飯器の方が小さいんですよ。炊飯器の方が小さいわけ。そこがポイント。水に浸かっちゃった。ダメやな。炊飯器にはめてね、上の方にちょっとがっちりはめ込んで炊こうと思ったんですけど、はめ込めれんわ。作戦変更。アルミホイルで使おう。アルミホイル、アルミホイルで土台を作ってあげて、水面より高い土台を作ってあげて、そこに置く作戦。作戦変更。オッケー、なんかええ感じや。ねえ、水面より高くっていい土台ができた。このね、土台の上にピザを置いていく。だいぶ濡れちゃったな。使ったもんな、さっき。なんかピザじゃないみたいになっちゃった。なんかピザじゃないみたい。なんやろこれ。ちゃんとできるか心配になってきたわ。あとは蓋をして炊くだけですね。オッケー。さあ、エンジンをかけてね、エンジンかけんとバッテリー上がっちゃいますんでね。ピー、普通のね、普通の炊飯モードで炊いていきます。どれぐらいかな、40分ぐらいかな。40分間ね、待ちたいと思います。さあ、どうなることやら。いい香りがしてきた。開けてみようかな、そろそろ。オッケー。どうなっているのか、ちゃんとできているのかどうか。さあ、開けます。じゃかじゃかじゃん。
おお、美味しそう。美味しそうにできとる。さあ、食べてみよう。いただきます。熱い、熱いわ。お皿、お皿がいる。スーパープレートです。スーパープレート、でっかい皿、これ重宝しとるわ。熱い、熱いわ。熱い、箸がいるわ。箸がいる。はい、できました。完成です。ピザ完成。結構うまくできたと思う。熱いし、しっかり火は通っとる、ね、タバスコがありますんで、タバスコかけて食べよう。お、いい香り、いい香りがする。いただきます。おいしい、おいしい、成功です、成功。